ちょっと待って、あと。ねねん大好きな怖い本です。怖くて不思議な都市伝説迷信、これ初めてだね。うん、いろんなお話あるよ。うん、あ、ねねは、はい、何があるか読んでようか。妖怪テケテケ、音楽室の肖像、あ、ちょっと待って、八尺さん探してみる。うん、あ、ターボばあちゃんある。ターボばばあ見る。ターボばあちゃんあるし、あとテケテケあるし、さっちゃんの4番ってやつもあるし。ほんとじゃあ、ターボばばがいっぱい。ターボばあちゃん、ターボばあちゃんでいい。これ、あ、口先女もある。あ、口先女、じゃあ口先、隙間女だって。あ、隙間女知ってるのね。知ってる。ほんとね、お化け、なんかさ、うん、六六匹かわいい絵本あったじゃん、うん、それにね、隙間のぞき女があったよ。あ、そう、いた。今度あれ、八尺様のやつあればいいね。ほんじゃねるわ。ターボばあちゃんにする。うん、OK。 いろんな話あって嬉しいね。ね、94番、ターボばあちゃん。高速道路に現れる妖怪、地域によっては、地域って場所ってことね。うん、地域によっては100キロババアとかダッシュババアとも呼ばれている。へえ、100キロババアとかダッシュババアとも呼ばれてるんだって。すごい。ねねはターボババアって言ってるよね。夜の高速道路を走っているとドドドドドッという音が聞こえ、何かが後ろから追い越していった。ヒューって車を追い越していったんだって、うん、驚いた運転手が前に目を凝らすと、前を見るってことね。おばあさんが次々と車を追い越していくのが見えたという。これがこの都市伝説の基本的なパターンなんだ。すっげえ速えな。うん、全然怖くなくない。ねえ、追い越していくときには振り向いてニヤッと笑う。おばあさんに驚いて事故を起こしてしまうなど、最後の部分だけが違う形で広まっている。持ってきた。うん、でも怖いの読んでるお姉ちゃんの好きなやつ。このターボばあちゃんには名前が伝えられていて、おときさんという、おときさんっていうんだって。おときさん、ターボばあちゃん。そうそうそう、ターボばあちゃんの名前がおときさんっていうんだって。ここに例えばおときさんって書けば、おときさん、ターボばあちゃんになる。そうそうそう。じゃあねねがペンでおときさんって書くから、あ、書いとけばいいんじゃない。次はねね、口先女もあるよ。あ、口先女にする。うん、61、口先女。夕方夕方、一人で歩いていると、大きなマスクをした綺麗な女性が現れて、私綺麗と尋ねてくる。綺麗だと答えると、これでもと言いながらマスクを外す。するとそこには大きく耳まで裂けた口が広がっているのだ。ねね知ってるよね。うん、ほんとさ、うん、ほんと生まれた時にさ、うん、悪いお医者さんにそれはやられちゃったらしい。ああ、この間 YouTube 見たやつそうだったよね。綺麗にしてくれるって言った、ああって嘘で言ってたの、あのお医者さん。そうだよね、かわいそうだよね。ねえ、この口先女の伝説は誰もが知っている最も有名な都市伝説と言えるだろう。けど綺麗だよね、うん、口長くてね。ところでこの口先女は当時毎日のように全国各地で目撃されていた。髪長。この点についてある謎がつきまとう。大きなマスクをして新幹線や飛行機に乗れば目立ってしょうがない。これがそう、口先女。バケ、そう、お化けだよ。口先女かわいい？かわいいか。実は、おお。何これ？何これ？血を流すマリア像だって。ちょっと待ってね。来て。さっきのこれはどうした？ここどこ行ったあれ？謎の都市伝説。あら、来た。あれ？実は最近この謎を解き明かす面白い説がささやかれている。
その説お話ってことね。によれば口先女は本当は一人ではなく三姉妹だというのだ。え、三姉妹なんだって。姉妹ってねねとキキみたいなやつ。仲間が三人いる。そう、そのうち三姉妹の口の裂け方はそれぞれ違っていて、長女が裂けているのは両側、こういうやつとかこういうやつ。そう、次女が裂けているのは右側だけ、三女の場合は左側だけがだけだが、本当はメイクで裂けているように見せているだけで、二人の姉がかわいそうだからそうしているのだそうだ。へえ、優しいな。ねえ、確か何の話。あ、こいつこいつ、これこれこれ。あ、これこの犯人が後ろで電話してるやつ。これは何だろう。サトルくんだって。この都市伝説は時代とともに内容が変化しているようだ。まず大元とされる話を紹介しよう。はじめに、公衆電話に10円玉を入れ自分の携帯電話にかける。そして公衆電話から、サトルくん、サトルくん、いらっしゃったらおいでくださいと言って電話を切る。すると24時間以内にサトルくんから電話がかかってきて、いろいろなことを尋ねることができる。あいつじゃないの。何、あの犯人みたいな。都市伝説って。都市伝説っていうのは町に伝わるお話だから、口先女とかさ、あとコックリさんとかさ、あとメリーさんとかさ、うん、あとターボババアとかさ、うん、そういうそのいつらの仲間なの。そうそうそう、ほんとさ、こいつら、こいつはね、佐藤君はね、ほんとで、生まれた時はね、ほんとね、妖怪のね、ほんとね、うん、妖怪のお母さんから生まれたんだけど、うん、だからお腹の中が黒くなっちゃってたから黒く、うん、うおーいシモン女見る56ページ。ねねが考えたいう話。ちょっと怖くなってきた。うん、ちょっと待って、隙間女だけじゃ見ようよ。あ、これこれこれ。あ、こんなの見たことある。かわいいじゃん。足。あいついや、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 いや。隙間女。一人暮らしの男性にまつわる都市伝説。ある男性が都会にある小さなワンルームマンションに引っ越してきた。しかし、しばらくして男性は自分の周りに奇妙な違和感があるのに気がついた。部屋にいるといつも誰かに見られているような気がするのだ。盗聴器や隠しカメラがあるのかもしれない。そう思って男性は部屋中を探し回った。だがどこにもそんなものはなかった。でもやはり視線が気になる。視線って見てるかもってことね。気のせいだと何度自分に言い聞かせても心は晴れなかった。その時男性は自分が一箇所だけ見落としていることに気がついた。壁にぴったりつけられたタンスと壁のわずかな隙間だ。隙間は1センチもなかったが、盗聴器なら取り付けられる。男性は隙間を覗き込むと悲鳴を上げた。なんとそのわずかな隙間に女が立っており、男性をじっと見つめていた。パパ、聞きお化け、デデーン。ネネが、エレベーターのじゃドラム、デデーン、幽霊ドラマとフジボンっていうお化けと、何、フジボンってお化けと、フジツボな、フジツボ、フジボン、フジツボのと、くうねくうね。じゃあね、なんかちょっと話近くしちゃうけどいい？いいよ。ある日、彼が歩いてると、なんかタオルが見えた。広いタオルでした。で、一人女の人が増えると、その女は一体くねくねを見たが、男は気づかなくくねくねを森を探してたが、誰もいなかった。
それで女性にしかくねくねは見えない。吉江さん見えちゃったからね。やめて。うわぁ。ターボばっちゃんよりも速い女でした。ターボババアより速いの？それでエレベーターに見ると優しいけどいい、うん、すんごく優しく話してくれました。そのことは八尺様やつらがいるって。もう下ろして。パパか。気をしてて。どれがいいパパ？はい。はい。はい。どれがいいパパ？パパ。パパ。パパは。あ、花子さんの？花子さんあるこんな。富士壺。富士壺は魚でありました。その魚すんごく元気になり、すんごく元気になり、それで。人間になりました。それでもうずっと魚には乗れなかった。代わりにサメになることになりました。サメになったの？サメになって。フジツボはすんごくフグみたいなサメで。あー残念。バイバイ。